エカチェリーナ一世から1727年5月17日は、ロマノフ町第2代のロシア皇帝、ピョートル一世の日。エカチェリーナは、マルタという名のリボニアの農民の娘で、バルトドイツ人牧師の家に引き取られて、家族同様に育てられ、ドイツ語を学んだ。1701年に、スウェーデンの隆起兵と結婚したが、 当時は、ロシアとスウェーデンとの大北方戦争が続いており、リットアニアが戦場になると、彼女は、ロシア軍がマリーエンブルクを占領した際に捕虜となり、ロシア人将軍、ポリス・シェルメーテフの家に連れてこられた。しかし立場は、召使いだったのか妾だったのか判然としない。女奴隷から女帝に登ったと言われるのはこの羊のためであるが、上記のように、 元々は無学非戦の身分というわけではない。捕らえられてからは政教に改修し、名も、エカジェリーナ・アレクセイエブナと改めている。不詳、アレクセイエブナは、ピョートル一世の長男で大父のアレクセイによるとする、説がある。その後、将軍、アレクサンドル・メンシコフの家に引き取られ、メンシコフからピョートル一世に献上された。ピョートル一世は1689年に、 最初の妻エブドキア・ロプーヒナと結婚して、長男アレクセイも生まれているが、1698年に妻を修道院に遊兵した。ピョートル一世はエカチェリーナを大変気に入り、1707年にワルシャワ近郊で秘密結婚した。ピョートル一世の隠し妻となったエカチェリーナは、がっしりした体格の健康で快活な女性で、ピョートル一世の怒りの発作をうまくなだめることが、 できたと言われている。1712年に、サンクトペテルブルクで正式に結婚し、皇后となった。二人の間には12人もの子供が生まれているが、成人したのは娘二人だけだった。エカチェリーナは中年になると、深酒のため養殖も衰え、ピョートル一世に疎まれることも多くなった。エカチェリーナ一世1725年に入って、ピョートル一世の死期が近づくと、 有力大貴族は、ピョートル一世の長男、アレクセイの子、ピョートル・アレクセイエビチを後継に押し、新興勢力は、皇后をエカチェリーナを押して対立した。同年1月28日早朝、サンクトペテルブルクで、ピョートル一世が死ぬと、皇后側についた、この絵部隊が元老院を抑え、皇后は同日中に、エカチェリーナ一世として即位した。 こうして非戦な生まれのリボニア農民の娘が、ロシア史上最初の女帝となったが、メンシコフが牛耳る最高数密院に実験を握られた区物の皇帝に過ぎなかった。ただし、修道女となっていた、ピョートル一世の繊細エブドキアロプーヒナを、シュリッセリブルク要塞の独房に監禁して、復讐心を満たしたりしている。エカチェリーナ一世の知性は2年余り、1726年に、 新生ローマ皇帝カール六世と同盟を結んだ程度で目立った実績はないものの、ピョートル一世の改革を続行する形で国政は進んだ。エカチェリーナ一世は婚約者に先立たれた娘、エリザベータに後を継がせたいと考えていたが、貴族たちの認めるところとならず、1727年5月6日に女帝が死ぬと、ピョートルアレクセイエビチがピョートル二世として即位した。 ありがとうございます。